お花紙で壁面に飾れるてるてる坊主を作りました。厚紙を直径5センチほどの円に切ります。お花紙1枚を丸めたら、厚紙に糊をつけてこんもりと盛り上がるように貼り付けます。もう1枚のお花紙は半分に折って、先ほどの厚紙を裏返しに置きます。裏側に糊をつけたら、お花紙できれいな丸になるように包み込みます。表から見て形を整え、余分なところを切り落とせば頭の部分の出来上がりです。もう一枚は少しずらすように半分に折り、真ん中を押さえてシワを寄せながら端を上に持ち上げます。上下反対にして押さえていたところに糊をつけ、頭の部分を貼り付けます。ここまでできたら、マジックなどで顔を描きましょう。にじみやすいので、いらない紙で練習しておき、スッスッと描くといいです。一枚のお花紙でくるむより、顎の部分にシワがないので口が描きやすいです。吊り下げる紐を首にかけ、裏で軽く結びます。結ぶのが難しい時には軽く引っ張るだけでも構いません。頭のてっぺんのところで糊付けをして乾かしておきます。背景の台紙に直接貼る場合は、このまますぐに貼ってください。糸でぶら下げるように飾っても、裏が平らなので顔の向きを気にせず飾ることができます。